いばきら愛のコーナーです。この時間は中洲で開催されるイベント中ひまわりフェスティバルと月見の会についてお話を伺います。スタジオにはお昼に引き続きまして中洲観光協会の牧野博美さんと菊池美由紀さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、この時間もとっても可愛らしいあの方にも登場いただきましょうか。一緒に呼びましょう。せーの、中丸ちゃん。嬉しいですね。もうこちらに来るとパーッと空気がさらに明るくなりますけれども音楽が流れていますよね。はい、お昼の番組でもオープニングの時にですね、この曲流れていましたが、はい、改めてどういった曲なのか教えていただけますか。はい、これは中洲市民音頭といいまして、はい、あのいいねなかなかといいます。中洲の市政5周年を記念して作られた曲です。はい、素敵な曲がある中洲ということで、この時間も魅力をたっぷりお届けいただきたいと思います。まずは海の通る中洲町からビデオメッセージいただきましたので、そちらをご覧いただきたいと思います。 VTR どうぞ。いばきら TV をご覧の皆さん、こんにちは。中洲町の海の通るです。今日のいばきらステーションは中洲の日ということで、これからの季節イベントで盛り上がる楽しさいっぱいの中洲を VTR でご紹介します。まずはこの夏一番のおすすめから。夏といえば中洲の花、ひまわりでしょう。黄色い大輪の花が青空をバックにまぶしく輝くこの季節、今年もいよいよ中ひまわりフェスティバル2013が8月24日の土曜日、中総合公園で開催されます。今回のフェスティバルでは好評をいただいているひまわりメールや賑やかなステージイベントをはじめ、子どもから大人まで皆さんに楽しんでいただける催しをたくさん用意しています。また会場周辺は一面のひまわり畑となっており、見晴らし台に立てば鮮やかな光景が目の前いっぱいに広がります。ぜひご家族お友達とご一緒に中洲のひまわりフェスティバルにお出かけください。さて、楽しいひまわりフェスティバルが終わればいつの間にか季節は秋に、ススキが揺れ虫の音が響く中、お月見などはいかがでしょうか。中洲では日本の伝統行事であるお月見を通して深まりゆく秋の風情を味わっていただこうと、毎年中秋の名月の夜に月見の会を開催しています。今年の月見の会は9月19日の木曜日、会場は中市役所前一ノ関ため池親水公園内の曲がり屋です。江戸時代末期に建てられたこの曲がり屋の佇まいも深まる秋の風情にぴったりです。日頃の喧騒を忘れ、夜空の満月に心を奪われてみてはいかがでしょう。夏から秋にかけてのこの季節、ぜひ中洲に足を運んでいただき、イベントを楽しみながら季節の移ろいを感じていただければと思います。皆さんのご来場をお待ちしています。メッセージの中で市長もおっしゃっていましたが、いよいよひまわりの綺麗な季節がやってきましたね。中洲ではひまわりフェスティバルが開催されるということなんですが、今日は視聴者の方、市民の方になりますかね、が作成してくださいました映像もご用意いただいているんですよね。はい、VTR ご覧いただきたいと思います。どうぞ。年からひまわりのように日を浴びて育つ、いつも今回のひまわり、そして花見の映像とっても綺麗でしたね。今年も8月24日今度の土曜日に中ひまわりフェスティバル2013が開催されるということなんですが、どんなイベントになるのか教えていただけますか。はい、
今年のフェスティバルではメインステージとサブステージが設置され、勝田自衛隊のブラスバンドの演奏を皮切りに、はい、ご当地ヒーロー茨城川賞、郷土芸能や地元参加団体のステージ発表など盛りだくさんです。その他にも元幕内力士の大志さんによる相撲ジンクや吉本のお笑い芸人さんも多数出演してくださいます。そうなんですか。ステージがメインとサブ2つありまして、はい、いろいろな方たちが有名な方たちも参加してくださるということなんですね、はい、盛り上がりそうで、はい、楽しそうです、はい。また中丸ちゃんのフェイスアートやネイルアートで気分を盛り上げてもらい、はい、2009B1 グランプリに輝いた横手焼きそばなど数多くの美味しいお店で食欲を満たしてもらいたいと思います。そうですか。中丸ちゃんってすごく本当に可愛いんですけれども、こちらのイベントに足を運んでいただくとフェイスアートやネイルアートでこの可愛い中丸ちゃんを描いていただけるっていうことなんですね、はい、そして美味しいものも揃っているということで、うん、焼きそば気になります。ですよね。はい、はい、ぜひ皆さんにもね召し上がっていただきたいですね、はい。あとは中丸ちゃんのお友達の県内のゆるキャラたちも遊びに来てくれて、はい、うん、はいはい、会場内を盛り上げてくれると思います。そうなんですか。中丸ちゃんのお友達が大集合するんですか。あ、うなずいていますね。もちろん中丸ちゃんも登場するんでしょうか。そうですね、はい、いろいろな、ね、ゆるキャラたちが集まる機会ですからね、たくさん集まっている姿を写真に収めたりですとか、ね、一緒に握手をしたり楽しむ時間っていうのもね作れそうですね、はい。そして最後は花火大会で夏の夜空を彩ってくれると思います、はい、やっぱり夏の祭りといえば花火ですよね。この花火は19時からになるということなんですよね、はい、こちらもぜひ夏の思い出作っていただきたいですね、うん、はい。そしてひまわり迷路というものがこれまであったそうなんですが、はい、今年もこの迷路はあるでしょうか。はいはい、今年も那珂市商工観光課では、はい、昨年から職場体験で市内の中学生を受け入れています、うん、今年も那珂第一中学校の生徒さんたちに迷路の設計図を作成してもらいました。中学生たちが設計図を作るんですか。はい、そうなんです。コラボレーションですね、まさに。そうですね、うん、はい、その設計図をもとに迷路が完成し、実際に菊池さんが挑戦してきました、うん、あら、そうなんですか。ではそちらの、ね、映像もご用意いただきましたのでご覧いただきましょうか。それでは VTR いってみて。那珂市観光協会の菊池です。今日は中丸ちゃんと一緒にひまわり迷路に挑戦したいと思います。それじゃあ行ってきます。中丸ちゃん、皆さんも遊びに来てください。はい、ひまわり迷路とっても楽しそうですね。ちょっと私はい、どうでしたか。難しくて迷ってしまいました、はい、そうなんですね。確かに映像を見てて思ったんですけども、こう結構複雑というか、うん、手強い迷路になっているようですね、うん、はい、ぜひこちらで、ね、皆さんにチャレンジしていただきたいですね、うん、はい。それから気になるひまわりの開花状況なんですけれども、どうでしょう、はい、開花状況を教えてください、はい、現在のひまわり畑はおよそ8分咲きで、うん、もう少しで満開を迎えます。そうですか、はい、このイベントフェスティバルは24日ですから、うん、今8分咲きということは、はい、まさにお祭りに合わせて満開になりそうですよね、はい、シャッターチャンスもたくさんありそうですね、はい。またあの那珂市観光協会のホームページでは、はい、ひまわりの開花状況を随時アップしております、うん、現在のひまわり畑の様子がご覧いただけますので、そちらも参考にしていただければと思います。はい、ひまわりの開花状況は那珂市観光協会のホームページで見ていただくと最新の写真を見ることができるということですね、はい、詳しくは那珂市観光協会で検索をするとヒットしますかね、うん、はい、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、お願いします。
さて、このひまわりフェスティバルが終わりますと、いよいよ季節は秋になりますよね。9月になりますと月見の会というイベントがあるということなんですが、こちらはどんなイベントなんですか？中志観光協会では10年前から日本の伝統的な行事である月見を通して、深まりゆく秋の風情を多くの方に味わっていただきたく、中志商工会との共催により月見の会を開催しております。はい、今回紹介 VTR を作成してまいりましたので、はい、まずご覧ください。はい、それではどうぞ。ひまわりフェスティバルとはガラッと印象が違ったイベントなんじゃないかなと映像を見て思ったんですけれども、ちょっとタイムスリップしたような懐かしいような気持ちにもなれそうな、そんなイベントですね。こちらは9月19日木曜日に開催ということなんですけれども、この日にイベントを開催することになった理由というのは何でしょうか？月見といえばやはり中秋の名月ということで、はい、この日に開催する予定です。今年の中秋の名月は9月19日なんですね。はい、会場は中市役所の前にあります一ノ瀬ため池浸水公園内の曲がり屋です。この曲がり屋は江戸時代末期に市内の戸崎地区に建てられた中市に残る最後の曲がり屋を後世に残すため、はい、平成11年9月にここに移築されたものなんです。あ、そうなんですか。はい、本当にタイムスリップしたような懐かしい、そんな気持ちになるような場所ですね。はい、そして VTR の中では素敵な音楽演奏も流れていましたよね。こちらについても詳しく教えていただけますか？中ふるさと大使の長須智香さんによる琵琶や尺八などの和楽器の演奏や、歌手のミリアさんによるミニライブなどを予定しております。こちらのライブというのは生で聞くことができるんですか？そうなんですよ。豪華ですね。はい、また灯籠でライトアップされた幻想的な曲がり屋で、はい、語り部による民話に耳を傾け、はい、感激しながら日頃の喧騒を忘れ、秋の風情を楽しんでいただければと思います。そうですね、本当に秋のいい季節の味わえるような、そんなイベントになりそうですね。はい、古き良き日本の伝統行事、ぜひお楽しみいただきたいですね。はい、ではこれから開催されますこの2つのイベント、改めて詳細のご紹介をお願いします。はい、中ひまわりフェスティバル2013は中総合公園で8月24日に開催されます。時間は午前10時から、花火大会は午後7時からとなっております。はい、そして月見の会は一ノ関ため池浸水公園内の曲がり屋で9月19日木曜日に開催されます。時間は5時30分からとなっておりますので、ぜひお越しください。はい、どちらも本当にこう盛りだくさんのイベントになりそうですから ね、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいですね。ではですね、いばきら TV をご覧になっている視聴者の皆さんにぜひメッセージ PR をお願いいたします。いよいよ今週末にひまわりフェスティバルが開催されます。楽しいイベントをたくさんご用意してお待ちしておりますので、一面に咲いたひまわりをぜひ見に来てください。はい、ありがとうございます。今日は中市の日ということで、この時間は中市で開催されますイベントひまわりフェスティバルと月見の会について、中市観光協会の牧野ひろみさん、そして菊池美由紀さんにお話を伺いました。お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして中まろちゃんも今日は一日ありがとうございました。イベントも頑張ってくださいね。ありがとうございます。以上、いばきら愛のコーナーでした。